今日お披露目されたこちらの車、名付けてエンタメタクシーです。パチンコ店などを運営する玉子氏が創業40周年を記念し、地元の富士タクシーとコラボしました。年内限定、さらに県内で1台限りの運用となります。通常は名古屋市内で一般のタクシーとして走りますが、第1金曜日にはエリア限定で運賃が無料となります。 初回は来月6日、東郷町を中心に豊垣市や日進市などを走ります。運良くこのタクシーに乗ることができた客は、エリア内の指定された駅や商業施設などに無料で移動できます。玉子市の高木幸道社長は、「見つけたらラッキーなタクシー、エンタメの一つとして楽しんでほしい。」と話しています。